はい、皆さんどうもこんにちは、ブドウです。ファイアーエンブレム暁の女神、続きをやっていきたいと思います。よし、やっぱな、城の宝玉。あ、やばい、スクリーン見る。いいか。あ、やばい、オリウイスを使わないといけない。で、よし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 。いろいろあるんですよね。バゼラードが確かね、ここだったかな。まあいいや、それは後で。で、とりあえず、ここの、こいつ剣だから、一応、ブラッて釣れるかどうか、実験。まあ、ローラここでいっか。無理か。よし、じゃあ行きますか。敵は来ないと。戻っちゃったぜ。しょうがないな。一旦無駄にしちゃったな。体当たりできないだろう。決心の石。あ、よし。で、体当たり。よし。で、進みましょうか。進もう進もう。キラーアクス。この三人をじゃあ、このメンバーで行こう。倒そう。えい。ライブ装備で、癒しの手。よし。キラーアクス誰で対処するか。やっぱ、エディかな。エディ。うん、それで行きましょう。だから、この二人のショートアクスと旋風の剣は動かないと。じゃあ、こいつらを誘うか。ローラで誘ってみよう。弓を。うん。これは段差の下とかそういうあれじゃないだろう。おお、よく避ける。そして39。しゃあ、強い。多分魔力魔防40ぐらいじゃないかな。あ、ライトがついに壊れたか。もうローラはいいかな。あとはミカヤの光レベルを上げるのに。もうローラはあと杖振りに、うん、杖振り要員としてやっていこうぜ。残りこいつはブラッドで。よし、キラーアクスが近づいてきた。逃げるのじゃ。いけるか。いけ。よし、これでいいだろう。で、忘れずに、あ、よし、やってる。無理か。で、ネサラはね、天敵竜の書があそこにあるんだ。こっち
待って、天敵竜の島送っとくか。じゃあまた後で、後にしよう。サザなら 100% 見つけられるから、サザはじゃああとは宝探し要員として、ね、来た。うん、ヘイヘイ、これをさなきで取る。いいね、守備オッケー、素晴らしい。お、剣士も来た。ちょ、3組不利だけど頑張れ。よし、はい、お疲れさんでーす。お疲れラークスはシムベリに取るか。ファイヤー当たるよ、当たるよな、怖いから。でもソードマスター AD で対処するしかないな。サザでもいいけど、サザにするか。サザも育てないといけない。だが、よし、よしよしよし。あと財宝は天敵竜の書、バゼラード、化身の宝珠。化身の宝珠は何としても手に入れない。さあおいで。まあ追撃されないだけでマシだよな。必殺もないし、あっ当たるし。おお、ソードマスターに追撃。待って、届くな。はい、あ、サザクオリティが。これをまあ、じゃあサナキで取るか。これをサナキで取ってファイヤー。サナキも炎のレベルを上げなきゃな。できるならシムベリンよりもやっぱレックスフレームを使ってもらいたい。専用魔法ではあるけど、あと1回か。まあでもこれ普通に何も考えなくても上がりそうだな。こいつは生かしとくと。でこっちは忘れずに体当たりして、で、じゃあネサラは空輸の準備するか。じゃあエディブラッドこっち、エディとノイスか、エディノイスこっち。ブラッドたちもやることないな。下行くか。うん、
あれ、このスナイパーは待機型か、待機型っていうか待機型か、うん、囲もうぜ、囲めね。次のターン囲もう、囲まなくていいかな。まあいいや、うん、これでいいか。エディノイズはテクテク行こうぜ。なかなかバゼラードが見つけられない。えい。んで、スクリミルは大丈夫かな、決心ゲージは。うん、半分か。スクリミルでも結構長いですよ、決心のあれが。ナイフで、ナイフでチクチクするか。ヘイヘイ、これをファイヤー。あともうちょい、よし、助けてエリーク。体当たりして、うん、バイオリズム最高の状態にする歌が歌えたら。でこっちはもうちょっと待って、もうちょっと待ってか。でも剣だから槍で攻撃したいから、じゃあブラッドでやってみるか。ナイス連続。当たるものか。ナイス連続。オッケー、いいね。でノイス、あれはショートアクスだったからエディかな。エディ取ろうか。うん、いやこれはサザル取ろう。サザル、サザル当てろよ。はい、よし、美味しいです。じゃあミカヤはバルケを発掘しに行って、サザは竜の天敵竜の書と化身の宝珠を求めに行くか。ついでにこいつを倒す。よしよし、サナキは別にもうあれだな、炎のレベルを上げる、もう終章で多分上がるよな、もうちょいぐらい、うん、上がると思う。でこいつはショートアクスなんで、エディで倒す。あとはもう大丈夫だな。先でこの新刊取るか。あ、待てよ。
あ、そうだ。こいつはリブローとかリライブとか持ってないよ。持ってないんだ。あー、じゃあ。あれ、こいつもか。あ、特効薬も、あ、じゃあ、こいつをじゃあ未開でチクチクするか、もったいないけど。光魔法のレベルを上げたい。さすがに A じゃまずい。うん、さすがに A じゃまずい。歌うか。セイニーの方があれ上がるのかな、武器レベルは。はい、そろそろ保留一層で。あ、やっと覚えたリアーネ。よっしゃ、これを送ると、救出してここまで行く。よし、来た。バズラでやっと来た。まあサザにはあげないけどな。究極の探検、必殺の一撃が出やすい。サザには絶対あげないけどな。あ、ちょうど風切りも使い切るじゃん。やったと思ってたら、うん、ヌミダはじゃあミカエでチクチクするとして、こんなもんかな。サナキと専用なんか会話あるかな、見てみよう。どこだ、この辺だっけ。み、一個上かな。よし。で、化身の腕輪は。法事は、ヌミダのところ、ヌミダ倒してからか。ちょっと会話があるかな、見てみよう。大丈夫、聞かない聞かない。ちょっと見てみよう、会話があるか。どうやらルカンドの言葉こそが真実であったようじゃな。女神の声を聞けぬ偽の紳士がよくもまあ今まで偉そうな口を聞いていたもの。私は、おい、さなき、ここでちょっと受け続けるか。レベル上がるし。うん、そうしようぜ。来た、助け出ししよう。え、あなたは。お前は私と同じ宿命を持って生まれし者。同じ宿命では、あなたにも印が。そうだ、お前と戦うこの者たちが何者かは知らぬ。しかし我が同胞を襲いしは、我が私に剣を向けたも同じ。生きてこの砂漠より返さぬ。私の同胞、名前をお聞きしていいですか。人に名を問う場合、自ら名乗るべきではないか。すいません、私はミカヤです。ソーンバルト。では参ろうか。
よっしゃ、バークカティ、こいつを取りに来た。エディとどっちが強いかな。エディの方が強くない？エディレベル8だろ。あ、同じか。で、HP53。51。HP 負けてる。力27。力勝ってるだろ。30。技速さが違う。技速さ37、37。あ、いいね。同じくらいだね。で、幸運カンストしてるし、守備が24。守備24。25、勝ってる。魔防18。16、おー、バルケよりも強いぞ、エディ。バークカーティはもう、エディに、あれしよう、あげよう。強いな。剣 SS、今、何、いくつ ?SS だ、使えるじゃん。じゃあ、まあ、こんな感じで。じゃあ、あとはもうミカヤで光魔法のレベルを上げるまで、ヌミダをチクチクしようと思います。これひどいな。あなたは？なんじゃそこの、この小娘は。ヌミダ公爵。私はあなたを忘れない。私欲のためにデインの民を苦しめ、ゼルド将軍を見捨てて自分だけ逃げ延びたあなたを。ああ、デインの者でもけ、まったくそんなこと。いつまでも、あれはゼルドの仕業であろうに。ゼルド将軍は私たちの敵だったわ。あの人には同情しない。でもそれ以上にあなたを許せない。しかしゼロ、魔力カンストしてるミカエですらゼロはちょっと苦しいな。いて、魔力感、やっぱライトの威力が低いんだ。攻撃33、ちょうどか。魔法、まあでもこれ使ってるだけでもレベル上がるだろう、武器レベルは。うん、ローラで回復といくか。ローラも杖レベル SS にしよう。うわ、強い。強いローラ。魔力38か、カンスト。やっぱなんか恵まれてないな。上限値に。でかい。うわあ。でかい。うわ、強い。速さ、速さ、速さ。いいね、守備。うん、速さが欲しいな。やった。なんかこいつ特化薬持ってるのに全然使わないんですよ。全然使わないんだけど。しかも盗めるかといえば盗めないんですよ。なんじゃこりゃ。どうしよう、サザとサナキどっちがいいかな。
サザンの方がレベル上がりそうだからサザンにしよう。あばよ。邪神ユニのシートナム、我ら愚かにも我らに歯向かおうというのじゃな。俺はユニの人じゃない。神かどうかとか俺には関わりたくもない話だ。ね、なんじゃと、ぬらべそなた一体。お前を倒すときにはこんなぬるべきだろうな。うかつきの旦那、サザだ。あばよ。お、おや。ドゥルル、ドゥン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 。はい、さよなら。空気読め、速さ速さ。よし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 。バズラード持てるようになったけど使わせない。じゃあもうしょうがないな。ローラでレベル上げして、さあ頼む。守備魔法 HP、 守備魔法。ああ、もう上がるとこないもんな。やっば、やっべ。これは拠点でやったらもうフルカン行くかもしんないけど、そんなことはしません。あ、どうしよう。ただ誰か救出。ああ、ミカヤを救、ミカヤで救出できるやつ誰かいんの？ないよな。じゃあもうしょうがねえな。いや、ミカヤ武器レベルが、あー微妙。エルライト、エルライトはローラのやつだからな。レンマつけとけばよかったな。セイニーで倒すか。武器レベル S にしないとね、レクスオーラが持てないんだよな。ミカヤはレクスオーラを装備させたいんで。クリアしようぜ。セイニーもったいないけどな。まあいっぱいあるしいいだろう。はい、騎士様、来てくださったんですね。あなたはいつも私の危機を救ってくださる。乙女王、今日はそなたに願い事があってきた。何ですか？私にできることならどんなことでも。私と共に来てもらわないだろうか。あなたとどこへ？我が主のおられる導きの塔へ。導きの塔、主とはどんな方なんですか？来れば分かる。どうか上がって踊ってくれ。そうすれば瞬く間に目的の場所に到着する。ダメです、私行けません。導きの塔へはみんなと一緒に。あのムータじゃ、次の裁きの光でほとんどが石になる。そのざまはそなたに見せたくない。また光が、いつですか？一体いつ？もう魔物かだ。だから乙女を手を。お願い教えて。乙女をよく考えるのだ。そなたは他の者たちとは違う。そなたは私も一緒になることはない。どうしてなの？あなたの心は読めない。その鎧で覆って何を隠しているの？また来る。それまで答えを出すのだ。あ、誘拐犯だ。漆黒。シグルーン・タニス、そなたたちに言っておきたいことがあるのじゃ。どうなさったのです、紳士様。そんなに潮らしいと、また何を企んでおられるのかと、勘ぐってしまうではありませんか。タニス、口が悪いですよ。は、申し訳ありません、隊長。私は、待ち望まれた紳士として生まれた。元老院が私を女神の代弁者たる紳士であると正式に認めたことで、
先代紳士の暗殺によって揺らいでいた人心は落ち着きを取り戻したのだとセフェランから教えられた。その通りですわ。今でも覚えております。あれは紳士様の初めてのお披露目の場でした。セフェラン様にお手を引かれ、おぼつかない足取りながらも精一杯に歩いてこられたお姿がどれほど愛らしかったことでしょう。私も記憶しております。マントの袖を、裾を踏まれて5回ほど転がっておられましたな。かわいい。タニス、これは失礼を。ささ、どうぞ続きを。私が紳士であるおかげでベグニオンは安寧となったと言われても、私にはよくわからぬ話じゃった。しかしどこを向いても皆が喜んで笑顔を向けてくれるのが子供心にとても嬉しかった。ええ、そうですとも。私もタニスもやっとお守りすべきお方がお迎えできたのだとどれほど誇らしかったことか。女神のお声が聞こえない、そう気づいたのは何年も前じゃ。私はそのことを思い悩んでいた。歴代紳士が初めてお声を授かった年齢には開きがあったと教えられたが、私のように10を超えてまだ聞こえぬというものはいない。それでも私はたまたま覚醒が遅いだけなのだと、いずれは変わるのだと。そう、ガドースコのガドースコの言ったことをお気にされておられるんですね。あやつの言うように私は本当に紳士ではないのかもしれぬ。だとすれば私はどうすればよい。あんなに喜んでいた民を裏切ってしまうことになるのか。ベグニオンはには私は不要なのか。その他たちに聞きたい。私は紳士でなくばどう思う。言葉を選ずともよい、選ばずともよい、正直な気持ちを聞かせてほしい。率直に申し上げてよろしいのですね。うむ、何も変わりございません。な、サナキ様は私たちの忠誠心が紳士というくらいにあるとお思いでしたか。ならばそれはお考え違いです。幼いながら元老院の言いなりにはならず、最初セフェラン様と共に常に民のために働きかけておられたことは、そば近くお仕えしていた私たちが一番よくご存じております。この方になら誠心誠意を持って生涯お仕えできると思い続けておりました。シグルン、心より尊敬できる主君に巡り会えることほど騎士にとっての幸運はございません。そうだよな、ハールみたいにさ、主君をさ、間違えるのはさ、ちょっとさ、かわいそうだよな。私たちの忠誠は、サナキ様ご自身にあります。それをどうかお忘れなきよう。タニス、私は幸せじゃ。女神の声など聞けずともよい。そなたたちがいてくれれば、何を恐れることがあろうか。強くおなりください、サナキ様。たとえ紳士でなかったとしても、あなたはたった一人のベグニオン皇帝なのですから。強くなろう、サナキ。もうちょっと速さを伸ばそうぜ。あ、漆黒か。というわけで今回はここで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。さようなら。